はい、おはようございます。週が明けて5月21日6時31分の相場の方を見ていこうかと思いますけども、まあ、週が変わったんでちょっと週足を見ていますけどもね、この週足、こうちょっとドアップにしてみましょうか。いろんな動きがありましたけども、ドアップにしてみますとですね、ここら辺を見ることになると思います。はい、綺麗な V の字を書いて、ここからですね、買いに転ずると言って、ずっと買いで取ると言って、いまだに買いですね。まあ、ここの水準まで上がってきて、ずいぶん前ですけども、このペナントをですね、この三角形がありますよね。あ、ペナントでいいんか。ペナントをブレイクしたら、ずいぶん下がるというふうなところで、ここブレイクして、ぐーっと下がってきて、で上上に上がってきて、ペナントのね、このブレイクする前の水準まで戻ってきましたね。綺麗なあの V を書いてますよね。ちょっと大きくしてみましょうか。綺麗な V を書いて、今に至るわけなんですけども、こっからまだね、買いがどんどん入ってきて、多分買いがですね、私が考えてるのはこの辺りまで来るんではなかろうかなというふうに思いますね。ここですね、この辺の力点まで綺麗な V を書いてどんどん上がってくる。だから113円までは、まあ、買いを取っていってもいいんじゃないかなと思いますよね。そっからちょっとまだ後の考察になりますけども、じゃあデイリーの方見てみます。デイリーの方見てみますと、再びちょっと大きくしてみますけども、はい、ここを起点にしてですね、どんどん上がってきて、ゾーンを突き破ってとどまることを知らずに、今に至りますけども、今111円のですね、このゾーンの中に入って、ここからまた新しい動きを見せるんではなかろうかなと思ってます。ですから、ずっと買いで取ってきたんですけども、こう一度慎重になってですね、この買いがもしかしたら横ばいなり、もしかしたら売りに転換するかもしれないという疑いが出てきました。ですんで、すぐのエントリーとかすぐの判断を待ってですね、ちょっと見ることになります。4時間足です。さあ、4時間足になってくると気になる点がちょっと見えてきます。それは今週になって値がつき始めたところ、窓を開けてるんですよね。ここ空間をちょっと大きくしてみますよ。窓を開けてみます。要するに、先週のこの赤いのからポンと飛んで、今週のこの赤いところ、コマみたいになってますけどね、これを形成しつつあるということです。これはちょっと用心しなくてはいけないのが、この窓が開いてテクニカル通りに買いに入るのかな、先週の金曜日は、このね、大きな青いラインを出して、まあ、指標で、材料でドーンと下がったんですけども、そこから取り戻すように買いに入ってきたんだけども、窓を開けたってことは、この窓を埋めていくっていう可能性もあるんですよね。ちょっと迷信めいたことなんですけど、窓を埋めるっていうのは。ただ今のところね、今年に入って窓埋めっていうのが結構高い確率でそうなってるので、こっからまた売りが入ってですね、一旦売りで窓を埋めて、それから、押しを作るような形でまた買いに入るのかなと思ったら、例えば買いに入るにしても今買いに入るんではなくて、窓を埋め切った後に買いに入った方が利幅がよく取れるんではないかなと思います。で、1時間の方ですね。はい、1時間は完全に窓がはっきりしてますよね。もう一回ちょっと大きくしてみます。先週金曜日の指標でドーンと下がった後に、しっかりと下げて徐々に上がってきたんですけども、今日に限ってですね、こうやって窓を開けてドンと突き破って、 MA を突き破ってここにいるわけですよ。だからこれがそのまま買いの方に順調に進めば別に問題ないんですけども、私はやっぱりね、一旦この窓を埋めて、もう一回押しを作って、そこからどんどん上昇に向かうのかなと思いますんで、ここですよね。ちょっと図を引いてみましょうか。このですね、110円の690とか110円の635とか、そこまでいかなくてもこの辺りですか、110円の755とか780とか、この辺りのゾーンまでこの窓をですね、埋めに来て、そこから上昇に転ずると、111円にも再び向かって112円まで目指していくのかなというところで、
一番美味しいのはここまで下がってきた時ですね。111円の780あたりまで下がってきた時に買いで入るとスパンと上がった部分の利幅が多く取れるということになります。まあ、例えばですね、この指標で先週下がった青いライン、これも全部取りに行くという、この幅ぐらい取りに行くっていう感じですよね。大きく利益が取れるんではないかなと思います。まあ私としてはこの窓を埋めるまで待ってからエントリーをしようかなと思っています。もしくは窓を埋めずに上昇するとしたら、ここですね、このまま111円をクリアしたら、ここから買いで入っていこうかなと思います。まあ、111円で買うのか、それとも一旦下がって110円の780あたりで買うのか、いずれにしても買うんですけども、どこで買うのかっていうところを見極めていこうかと思います。なるべく大きい利幅で買いたいですからね。それでは本日もよろしくお願いします。